ございました。そして第1部本当にもう申し訳ないっていうことも終わりました。ひーちゃんどうぞお願いします。マイク入っちゃった。はい、すいません。この後ね、キッチンクリートに遠いかさ全校時からで、ね、ああで、やっぱり前さんのあれなんで、うまみなんで、俺も知ってるんで。あ、はい、この後キッチンカーと作家さんの紹介をさせていただきたい。ゆうこさんが一番こっち向きで喋らない。ちょっとしてきた理由が分かった。その間にちょっと旗の共演、ちょっと準備というかご説明するんで、旗の共演参加のチームはこちらにお集まりください。時間がないんでお願いします。それではですね、今日大東よさこいを盛り上げてくださっている、作家の皆さん、そしてキッチンカーの皆さんのご紹介をさせていただきたいと思います。市場さん、市場さんどこですか？はい、いました。あの緑の市場さん、タティングレースアクセサリー、ビーズアクセサリー、布小物を持ってくださっています。ぜひぜひ皆さん、今ね、この時間ちょうど空いてるかもしれません。ぜひぜひ皆さん、作家さんの方にも行ってください。そして、どんなプリュネル美獣さん。はい、お隣の黄色いテントの方です。これはですね、届くかな、マイク。何を言ってますか？本物の四つ葉のクローバーを使ってアクセサリーを作っています。はい、もしよかったら遊びに来てください。はい、皆さんぜひぜひ見てくださいね。そして手仕事工房猫の手さん、猫の手さん、はい、いました、いました。どんなもの売ってますか？前回に動物ポンポンを販売しております。今日は少し寒いと思います。めっちゃ可愛い、動物好きにはたまらないと思います。皆さんぜひぜひ寄ってみてください。お願いします。そして目元屋さん、今回2回目の参加となりますが、和柄やレトロ柄のいろんな小物を作って持ってきてますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。もうよさこい好きにはたまらない和柄がたくさんあります。ちょっと私も見てみたいんですけども、ちょっとあれかもしれないね。見てみたら欲しくなっちゃうと思います。そして網工房サムさん、はいはい、お願いします。どんな感じです？どんなもの売ってますか？私が作ってるのは編み物中心に編みぐるみを作ってるんですけれども、ちょっと普段から癒されるような、力の抜けるようなアクティビティを作ってます。皆さんよかったら近くで見ていてください。よろしくお願いします。めっちゃ可愛いです。ウーパールーパーもいます。皆さんぜひ見てくださいね。はい、そして次は、天然のコート、マンダラアートのお店のひろえさんです。お願いします。皆さんこんにちは。本日は、天然濃厚と、あと手書きのマンダラと、あと帯のリメイク品などを販売しております。どうぞよろしくお願いします。なんかめっちゃ素敵なのたくさん置いてあります。皆さんぜひぜひ寄ってみてください。お願いします。はい、それでは次に、美容回路ハッピースマイルさん、そんなことです。皆さんこんにちは。本日は骨盤調整とヘッドスパをやっています。また無料でエア診断をさせていただいているので、ぜひご覧ください。あれ何してるの？やってほしいです。はい、皆さんぜひぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。そしてさとちの似顔絵屋さん、どうぞ。さとちです。よろしくお願いします。似顔絵描いてもらいますので、皆さんぜひぜひ
今日の記念に書いてもらってください。よろしくお願いします。はい、ライトよさこいはいろんな方のご協力があって、こうやってイベントを立ち上げております。で、皆さんこのイベントの一環となっておりますので、ぜひぜひお店の方もご利用お願いいたします。キッチンカーさんまで大丈夫ですか？まだ大丈夫。はい、それではキッチンカーさんのご紹介をさせていただきます。エスバーテックスさん、どんなもの売ってますか？めっちゃかわいい、めっちゃかわいい人なんです。ぜひぜひフルーツ飴買いに来てください。お願いします。買いたい。はい、アクバスアポスさん、ごめんなさい。あ、今やってますね。どんなもの売ってますか？ケバブサンドとポテト売ってます。皆さんぜひ買いに来てください。なんか今ね、一生懸命作ってるのでごめんなさい。お腹いっぱいになっちゃいますかね。ぜひぜひ買いに来てください。ひーちゃんどうですか？その大丈夫ですか？入ります。ああ。みんな準備は大丈夫ですか？もう少々お待ちください。もう一つじゃあもう一つ、バナナの神様キッチンカーさん、今たくさんお客様並んでてごめんなさい。メロンパンとバナナスムージーがめっちゃ美味しそうです。どんな感じですか今日は？よかったです、飲みたい。ぜひぜひ寄ってください。このバナナのキッチンカーさんのキッチンカー自体が可愛いです。本当にありがとうございます。ひーちゃんどうですか？はい、準備は終わりました。それでは鳩の共演参りたいと思いますので、皆さんご声援よろしくお願い申し上げます。まずは私マント HY のひーちゃんが振ります。曲は鳥。さあ、チーム紹介していきたいと思います。続きましては原部さん。戦士万光さん。ああ、どうもどうも。マシちゃんか。あ、そう。いや、さっきなんか大丈夫か、不大丈夫か。ちょっと入った。あ、まだ大丈夫か。ありがとうございます。続きまして、ピースさん。マジか。さっきの玄関の声が聞こえた。はい、ありがとうございます。続きまして鏡をドランカイさん。
道通さん。続きましておちゃんさん。ありがとうございます。続きましてリッシーさん。リッシー、Thank you.
今度は左右で分けます。アールアゲイン